はい、こんにちは。不動産の目で今のアメリカを語る YouTuber、国際不動産エージェント IPA 鈴木です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いしますね。今回はコロナ対策やマスク着用をめぐる アメリカ大統領バイデンの歴史に残る名言、いや歴史に残る出現というべきネアンデルタール人発言をめぐる政治バトルに対して私の鈴木テイストを入れて辛口で解説しますね。ネアンデルタール人って聞いたことありますか中学や高校の理科の授業で人類の進化に関する学習で出てきたのを覚えておられるかもしれませんね。つい3万年ほど前、 我々人類、つまりホモサピエンスとは別系統の人類がいて、ヨーロッパや中東で暮らしていたようです。それがネアンデルタール人。1856年にドイツ西部のネアンデルタール渓谷で化石が発見されたので、そのように命名されました。ネアンデルタール人は現代を迎える前に絶滅してしまったんですね。私はなぜか、 ネアンデルタールタとゆかりのある人間です2016年末にドイツのデュッセルドールフ近郊で小さなアパートを投資目的で買いまして家賃収納用にドイツ銀行で口座を作ったのですがその場所がなんとネアンデルタールだったんです厳密に言うとネアンデルタール博物館から最寄りの町メットマンの支店で口座を作りました あの一帯は S バーンという支電が走っていて、ネアンデルタールという名前の駅が今でもあります。そのすぐ隣の駅がメットマンで、ドイツ銀行に口座開設するときに車を止めたところはネアンデルタール駐車場と呼ばれていました。 例の物件はすでに売ってしまいましたが、ドイツ銀行の口座はまだ維持してまして、私がヨーロッパで持っている唯一の銀行口座なので、これからも引き続きネアンデルタールのお世話になる予定です。そのドイツにあるネアンデルタールが今、アメリカのワシントンで論争の的になっています。その解説の前に、アメリカ政治の基本的な構図を解説しますね。 あの国は民主党と共和党の二大政党制でざっくり言うと民主党は西海岸と東海岸の大都市部で強く共和党は南部や中西部の田舎や工業都市で強いです民主党エリアと共和党エリアでは明らかに文化が違い昔から価値観が合いません今の大統領バイデンは民主党で カリフォルニアやニューヨークをはじめとする大都市部の選挙民の利益や価値観を代表していますが、それに真っ向からガチ対立しているのが共和党エリア、特にテキサス州とフロリダ州です。えー、この2州は人口が多くて、全米50州中2位と3位、しかも人口増加と産業発展の著しい実力州なので、バイデン政権にきつい打撃を与えるパワーを持っています。 対立の火種はたくさんありますが中でも一番シビアなのが移民問題でテキサス州はバイデン政権を相手に不法移民の強制送還などをめぐって厳しい裁判闘争を続けていますあとコロナ対策に対してもアメリカは全く一枚岩ではありません連邦政府や民主党はマスク着用義務を強く提唱しロックダウンに熱心な一方で 共和党はその真逆で人々の活動を制限しないビジネスを止めないその上で65歳以上の老人に集中して対策をするという考え方が強く今年2月末時点ですでに13州がマスク義務を解除していますそのすべてが共和党の州で中にはトランプの国フロリダ州も含まれています一方テキサス州は 2月末時点ではマスク着用義務を実施していたのですが3月2日テキサスとミシシッピー両州がマスク着用義務を解除するレストランやバーの全面的な営業再開を認めると発表しましたそれでバイデンが激怒ネアンデルタール人のような判断だと批判しました。おそらく彼は 科学を尊重してちゃんとマスクをしようよと言いたかったのでしょうが、この発言が共和党サイドから強烈な反発を受けています。中西部ミズーリ州選出のジョシュ・ホーリー上院議員は、バイデンを通列に批判。 あんたはミスターユニティつまりアメリカ人を統合すると選挙前に公約したのにいざ自分と反対の意見が出ればやれネアンデルタール人だやれナチスだとレッテル張りをするお前がアメリカを分断してるんだよとフォックスニュースで発言彼の発言にはワシントンの政治家に対する強烈な反感がにじみ出ています ワシントン連邦政府の連中はどっちみち西海岸に飛ぶときに俺らのミズーリ州の上空を素通りするだけだ何もない場所だと馬鹿にして実際に何も良いことをしてくれない俺らミズーリ州は科学に基づきマスク着用義務を解除することに何も問題はないはずだ テキサスのダン・パトリック州知事は元からバイデン批判の急先鋒ですがこのネアンデルタール発言にも強烈に反発していますバイデンお前はよくもテキサスの決定に文句つけられるなお前が大統領になってから不法移民を野放図に入国させるようになったんだろう1日何百人も何千人も PCR 陽性が出た移民連中を野放しにしてその影響は国境に面したテキサス州が駕籠もるんだよ なんという偽善者だとこれも FOX ニュースで発言面白いのはドイツのネアンデルタール博物館からのメッセージバイデン大統領に対してネアンデルタール人はあなたが思っているより賢かったと指摘した上で州のマスク着用義務終了の決定に対するあなたの批判を理解しますそれでも可能であれば私たちの美術館を訪れることを強くお勧めしますとコメント コロナ感染防止策としてのマスク着用に関しては、フェアに見て、私は民主党側にも共和党側にもそれぞれ一理あると思いますし、第一、アメリカは巨大すぎるので、 あの国にとっての単一の最適解は多分ないのだと思います。ニューヨークとかカリフォルニアみたいな民主党州では自宅勤務できるホワイトカラーも多いし、ロックダウンして困る人はいても金があるから政府補助金で何とかすれば良いという考え方なんでしょうし、一方でフロリダとか中西部の共和党州に行くと 直接人と接する現場の仕事やビジネスの比率が高いから、ロックダウンやると経済を殺してしまう。だからビジネスをオープンにして、若い人は経済活動をさせて、高齢者のケアだけに集中するという、日本に近い形のコロナ対策を施行するのだと思います。 あとマスク着用なんて日本では罰則作らなくてもみんな当たり前にやってることなのにアメリカは一年経っても今なおマスク着用が政治ガチバトルのネタになるというところに難しい国なんだなぁと感じます日本やアジアと比べるとアメリカ人は政府の言うことを聞かないんでしょうねそこでロックダウンやマスク対策に積極的な民主党州と消極的な共和党州とで 実際に感染者数と死者数の累計がどれくらい違うのか調べてみましたまずはアメリカの人口トップ4州民主党のカリフォルニア州ニューヨーク州と共和党のテキサス州フロリダ州を比べてみたところなんと感染者数も死者数も優位な差が出ませんでした。 特に死者数はニューヨークが多かった分全体的に民主党州の方が数字が悪く見えてしまいますね。その次に人口増加率の高い元気印州を民主党共和党から2週ずつ選んで比較してみました。人口や人口口や密度、気候ななど客観的条件がなるべく揃うようよに配慮ししてて、チョイスして 民主党のワシントン州コロラド州と共和党のアリゾナ州ユタ州を比べてみましたなおワシントン州は首都ではなくシアトルがある西海岸の州のことですこの州は感染者死者とも低めに抑えられていて優秀ですねこのカテゴリーで比べると共和党州の方が感染状況が悪いという結果になりました 最後に人口増加率がほぼゼロの低体州を客観上報量をできるだけ揃えて民主党共和党から2週ずつ選び比較してみました民主党のイリノイ州ニューメキシコ州共和党のオハイオ州カンザス州で比べるとこちらは有意な差が出ませんでした民主党6州共和党6州を通じて比べたグラフがこちらです民主党側にはバイデン似顔絵のロゴ 共和党側にはネアンデルタール人ロゴを入れています加重平均して算出した人口当たりの感染者に関しては民主党8.36%共和党州9.34%と1%の差がついていました私が思ったこと総人口の8%も9%も PCR 陽性者が出てるアメリカってすげえな これを日本の人口に当てはめて単純計算すれば約1000万人が PCR 陽性ってことですからね。なお現時点で日本での PCR 陽性者数は合計50万人をちょっと超えたところです。20分の1ですね。人口あたりの死者数を比べてみると、こちらはほぼ差がなく、逆に共和党州の方が少し優秀という結果になりました。私は正直思いました。 民主党衆があれだけコロナ感染防止に頑張っていても大した差がついてないんだね。バイデンは上から目線で人様をネアンデルタール人呼ばわりするけど、そういうお前ら民主党衆の成績は大して優秀じゃないじゃん。これは横浜があるからといって千葉や埼玉に対してマウンティングしている神奈川県民と同じか、もっと微妙だと思うぞ。 ということで今日の動画を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。さようなら。